みなさんこんにちは、俺たちがソラでーす。はい、はい、大原ソラ役の堀田優生です。はい、有原森下役の石渡真です。神楽坂創始役の吉田千尋です。宗像蓮役の上田慎一郎です。奈良瀬の乙女役の渡辺秀樹です。奈良瀬の乙女役の渡辺秀樹です。はい、イエーイ。ということで、エピソード6の振り返りをしていこうと思うんですけど、はい、いや終わったね。ね、お疲れ様でした。いや、何が大変だった一番？都会のくるくるです。やっぱね、今回といえばね、漫才。はい、そうです。いや、苦戦しましたね。でも他の2人もね、すごい頑張ってたけど。そうだね。いや、俺らまあ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 頑張ってめちゃくちゃ楽しんでるだけ。まあまあまあ、でも稽古からの積み上げがありましたからね。ずっと1位取って。あいつちょっと真面目なの。どうした、どうした、どうした、何が。いつも通り。どんどんそうよ。何かが低すぎてとビビってる。まず大変でしたね。うわ、うざ。どうする、どうする、どうする。なんか、じゃあなんか今回大変だった。今回大変だったこと。まあでもね、ライブパートでも、さまよい星という曲がありまして、うん、あの曲がね、結構いろいろ楽器が皆さん大変だったんじゃないですか。新曲たちはね、結構これも聞いたことない曲。そうだね。ああいうバラードの曲ほど。少しミスると、うん、なんだろう、感じ。あら、もう目立つし。これでいけると思ってんの？え、今日ちょっと真面目に。行くんだ。じゃあ、真面目どうする？今回やっぱ、さまよい星。またさまよい星。さまよい星ね。はい。あ、でも結構難しい。ああいう曲ほど、やっぱり少しミスるだけで、あらが目立ってしまうというか、みんなね、力を合わせて、バンドでもこう、新曲をずっと繰り返しちゃったりね、うん、あれも思い出の一つ。そうですね。なんか今回よりさ、バンドもこうパワーアップというか、そうね、うん、よりなんバンドやってるから、うん、やってるんだけど、曲一曲一曲がさ、なんかこう結構みんなのレベルが上がってる、結構フレーズが多かったりとか、そう、上がってないとできないみたいなね、うん、そう、そういうのがあって、なんか改めてこう練習とか始めた時に、うん、なんか自分ら意外に成長してるなって思うところが多分ね、みんなちょっとずつあったりとかして、うん、みんな気づいてないと思うけど、ちょっとずつ成長してんだね。どっかちゃんとした。思いっきりボケてんね。まあそんな感じで、はい、漫才もありつつ、はい、そして新曲とまた懐かしい曲もあって楽しく、やらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとストーリー触れなくていい。そうそれこそ今回さ、ストーリーの話してないと。望む漫才も漫才を望むのさ、そう、お兄ちゃんのイズルの話だったりとか、そうね、結構これまでのイブステの中で言ったら一応というか、だって普段しないもんね。うん、そういうのどうだったんだろうな。そうですね、今までの望むはなんかそんなに、なんかあれだ、なんだろう、もう突発的に言うようなセリフが多かったんですけど、うん、今回はちゃんとしっかり望むのバックボーン、うん、自分のね、本命のうちね、胸打ちを掘ってるうち、なんだろう、より望むを知れた方もいるんじゃないかなって。そうだね、こっちもね、この演じてる側も一緒になんかこう、へーって思って、で、レンもさ、そういうこと思ってるんだみたいな、うん、あんな喋る、結構バーって喋ることない？ないね、レンは、自分のことを喋る。望むなんだけ喋ったからそれに釣られてみたいな、うん、そうね、今回は初めて、うん、なんか、ね、レンと望むのこう胸にね、秘めた思いみたいなのが、うん、なんか改めてこう感じられた舞台になりましたね。はい、そら、うん、もう、俺はもうみんな大好き。まあでもそらも、そらも今回おひけらの浜ちゃんがコメント出ました。そう、どちらかというと今回は自分がガーって言うよりはこう支えてあげる方だったから、浜ちゃんじゃあ一緒に頑張ろうみたいな。でもそれこそ初めてじゃない、ストラが自分にそっくりな鏡みたいな役が目の前に隣にいるから、あえてだからそれで自分を知れるみたいな。そうね、そうね、ストーリーというか、俺もこういうことあったんだみたいな話でさ、うん、あんましなかった、うん、ああそうね、今までね、誰かを元気づけるために、うん、それってモリが言ってたじゃん、ストラに。そうね、それをストラが浜ちゃん、なんかこうやっぱ乗り越えられたんでしょうね、きっと自分の中にね、やっぱソワラがあって、いやすごく素敵な今回舞台になりました ね。本当にありがとうございました。爪痕が傷跡にならずに済んだな。ということで、セカンドシーズンの振り返りしていきましょうか。はい、お願いいたします。セカンドシーズン。じゃまずサードじゃない。今セカンドシーズンで。セカンドシーズン。そう。4、5、6ね。4、5、6か。4、5、6。4、5、6。
エピソード4はワイドありましたね。まあひたすらちょっと僕セリフ量が多くて、まあそこがちょっと大変だったなって。毎日ヤバい顔してたね、うん、リーダーズがお当番だったそうそうね。こうとそらね、そうセリフも急に増えたり。あーそうそうそう、セリフ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 あ、撮ってる。ちょっとレイン幸せにして。幸せにして。どういうこと？ゴリガミした上に幸せにして。幸せ。ゴリガミからの幸せにして。静かにしてって私の。もうお前すげえね。今だって全然そんな静かになる。そうやね。いやいや悪意ある。能力持ってるんですよ。悪能力ミュートって。ミュートって能力持ってねえよ。持ってない。すごい合うもんね。エピフォンあれでしたね。こんなんが残るかい。なんか独特に残る曲が多かったですね。こう耳に残る、こうワイド、それをこそワイド。あれ、フォーってさ、あれだっけ、ソロが重なってるぞ。そうそうそう、フォー、フォー、フォー。おい、なんか不幸があったんか、どうしたん、その顔は。極端そうだね、ライブパートはソロ曲があったりとか、うん、まあ、メンと望むはね、こう2人ユエット曲があったり、なんか新しいまたソワラがこうスタートし始めたセカンドシーズンのスタートでしたね、うん、5。おお、あくびしました今うそうわ今うわ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 なってないよ、本当に謝罪します。はい、じゃあちょっと真ん中来たからエピゴの話を聞きたいと思います。はい、はい、あ、すいません、すいません。エピゴね、エピゴね、いや、楽しかったですよ。ごめんなさい、なんでごめんね。エピゴね、エピゴもなんか本当にね、あの当番、それこそ、俺初めてじゃない、うん、ね、ここでも、月穴神楽、月穴神楽、ファンの方で、イフの方でやってて、イフのね、男は僕初めて、まあ、相手方がマシュー君だったんで、何の不安もなく、あ、なんか、自分をグレードアップできるんじゃないかっていう風に過ごした日々でした。なんかあれだね、盾、ね、とかね、うん、もあったね。あ、そうっすね。てかみんな盾あって、そうよ、衣装も素敵で、そう、で本当に、それがまた2の話になっちゃうんですけど、うん、月穴神楽の時は、盾が、マシュー君も戦ってた、戦ってた、うん、でもで、戦いがすごいことも知ってて、今回もじゃあ一緒に戦えるのかなと思ったら、あ、あったね、うん、まさかのゴリゴリに盾できるマッシュ君が戦わないっていう、1ミリも捕まるっていう、俺が10体ぐらい倒さなくちゃいけないみたいな、うん、時はびっくりした、ね、でしかもちゃんと振り合ったんだよ、今回は、あの原作の方だから、今回はもうバチバチです、バチバチ、バチバチバチに戦います。戦わない、すごいやん、一点もない、捕まってる、ずっとかわいいな、檻の中にいましたね。でも、すごいなんか思い出に残った、思い出に残った、え、どうしたの、関係ないか、まあ、でもそうだよ、なんか視線がすごかった、いやいや、すごい、だからなんかいつもの森と違かったから、うん、描かれ方が、うん、ね、実際違うって言われたもんね、ちょっとね、あ、そう、あのいつもの森やんないでくださいって言われた、うん、すごいなんかまた違った感じがつけられて、ね、新しい森をね、うん、で、みんなもなんかすごい盾とかめちゃくちゃ、マリオとかね、まあ、そうだ、そうね、マリオン会だ、俺たちが着替えてる、マリオが生まれた、生まれた、みんなもう楽しそうにやってたね、あちきマリオン、うわ、これこれ何回聞いたことか、何回聞いたことか、知りたい方はね、あのブルーレぜひ、ぜひ、ソラなんかやってた、うん、俺は三味線じゃん、そっから三味線、あー、あったじゃん、三味線、もうナチュラルになりすぎて、俺三味線いや、やっぱまだ俺違和感感じる、ここから三味線の出てくる、あのライブ衣装に三味線持ってる人やばいでしょ、おかしいでしょ、ちゃんと指のあれもつけてね、そうだ、あの時か、あの時から三味線か、そうそうそう、はい、僕の三味線人生はあの時に始まりました、三味線人生、三味線人生でもね、あの僕も本当三味線はいい経験させてもらってるなって思います、うん、まあ、今回もね、それを引きずりつつ、うん、そういう風で三味線弾いてますけど、うん、本当にね、僕三味線頑張りたいと思います三味線頑張る話になった、いや、てか次は何の楽器が来るんだろうってちょっとドキドキして、何だと思う、なんだろうね、次なんだろうね、次ね、なんだろうね、そろそろ琴とか、うん、え、座っちゃう、座っちゃう、一人正座やばいやん、ハーブとか、え、なんてごめん、こいつ参加してなかった
ハーブ、ハーブ、ハーブ、ハーブだね、多分。ハーブ、これ、これ、お茶の。ハーブ、お茶じゃない。ハーブ、ハーブじゃないから。ハーブ、ハーブでしょ。テンペイじゃなくて。はい。はい。まあ、そんな感じでね。はい。このシーズン、振り返りありがとうございました。ということで、また劇場で皆さんに会えることを楽しみにしています。せーの。ありがとうございました。これも、イフで。音がしたいよー。ぜひお願いします。じゃあ最後、飛び出そう、飛び出そう、せーの、飛び出せ青春。もう一回行こう、もう一回行こう、せーの、飛び出せ